鹿児島大学と南西諸島水中文化遺産研究会が行った異性アンケートで回答してもらったポイントの調査をします。そこの岬があの石垣島の一番西の端、柳部崎っていいますね。今サーファーが何人かいるんですけど、その、少し東側の岐阜 の非常に短い海岸ですね。見つけたのはですね、壺が何個か、いろんな形の壺があるんですけど、それがもうサンゴに取り込まれて岩みたいになっているのがあります。それから、ちょっと離れたところに、かなり大きな四つ目っていうんですかね、四本爪の大きな、鉄製の錨が、少なくとも3つは見つけています。壺のあるところはだいたい水深 24-5 メートルですね。アンカーはもうちょっと深くて27ぐらいあります。アンカーと壺の距離は、アンカーと壺の距離は正確に測ってはないんですけど、泳いだ感じでは25メートルから30メートルぐらいになってますね。初めて見つけられた時にそういうものが文化財的なものだというのは、今は使ってないような形の錨なん でしかも大きいですから、昔の大きな船の錨だなっていうのは思ったんですね。あと壺はそうですね、話では聞くんですけど、水の中である、初めて見たんでちょっとびっくりしましたね。確かね、5年ぐらい前に大きな台風が来たんですが、平成17年か18年なんですけど、で、台風の後に結構サンゴが割れたりするんですから、それを見よう、どんな風になってるかなっていうのを泳いで見てたんですね。普段潜らない場所なんですけど、そしたら砂がえぐられて、少しこう壺の横をバラッと、見えたんで、周りをちょっとよくよく見てみたら、結構サンゴに取り込まれている形、壺の形が見えるものがいくつか見つかりました。水深22メートルぐらいに一番大きな、2.2 メートルぐらいの鉄の爪のアンカーがあったんですけど、そのアンカーというのは、よく那覇港越とかで見る琉球船の鉄のアンカーの形が、日本も 2.2 メートルほど大きくはないんですけども、中ぐらい小型という感じで、それぞれのサイズに合わせていして、全て同じ形をしていました。そういうことから、1隻分の船のアンカーの可能性は高いと思います。そのアンカーの近くにある陶磁器では、那覇市の壺屋で焼かれた壺屋焼きの壺が主体になってまして、8個体か9個体ぐらいがほとんど割れてない状況でサンゴに囲まれた、これもそのアンカーと同じような船に積んでいた可能性が高いと思います。中の方から、巨大なアンカーを捨てようとするような大きな船に、壺が乗せられて八重山諸島の方に流通する過程で、何らかの海難事故によってあの場所に残されることになったものだと思います。これまでの調査であのような大きな鉄のアンカーっていうのは見つかってなかったので、初めて、しかも3本ああいう形で見つかったっていうのは非常に価値が高いと思います。また壺もほとんど割れてない状況でサンゴに巻かれてますので、残存がすごいいいっていうことが確認できました。壺っていうのは大きな個体ですので、多くは割れてしまうんですけども、この場合は割れない状況で残っているという非常に貴重な状況っていうのが分かりました。それが8個体か9個体あるっていうことはとても重要で、今後もっと調査を重ねることでさらに数も増えていくだろうし、詳しい年代とかも分かってくると思います。ただ壺自体がもうサンゴにきれいに巻かれているので、詳しい形がよく分かりません。なので詳しい時期やどんな壺だったのかっていうのがいまいち分からない状況っていうのは残念でしたけど、これから調査を重ねることで、砂の中からまだサンゴに巻かれていないようなものが発見されれば、いつ頃のものかっていうのはもう少し絞れるだと思います。いずれにせよこの場所で見つ
使った水中分解算はとても重要。